あ、はじめまして、さくら部署の SY と申します。はじめましてやねんか、2度2回目です、3回目です。日本化成 YouTube チャンネル、今回はさくら部署様に当社の仕上げ材であるデコリエモダナのライセンス講習会を受講いただく様子をお届けいたします。当社のライセンス講習会は Zoom での受講となります。遠隔地でもお気軽に受講いただけます。事前に製品や施工マニュアルを送付させていただき、実物を触りながらの受講となります。また質疑応答の時間を設けておりますので、気になったことはその場でご質問いただけます。それではさくら部署様がライセンス講習会を受講される様子をご覧ください。これどこうやって郵送されるんですね。そうですね、あの郵送させていただいて、はい、でもうその日使うものはその中に全部入ってるような形なので、一式全部入ってる、なんか、はい、モダナセット、これがモダナセットで金属の、あ、これがモダナ、はい、実際に 金属が入ってる。重いでしょ。重いじゃん、重たい、はい、これをあのこれとこれ混ぜ合わせて施工してもらうようになります。これなんなの。あとはあの施工マニュアル、カタログ、技術資料が入ってるんで、うわ、むちゃくちゃごちい。あんまこれ家帰ってみろよ。はい、またじっくり見てください。これ持って帰ろう。講習会に参加しながら実物を触っていただくための製品やカタログ、技術資料が同封されております。また事前にご準備いただくものにつきましてもアナウンスさせていただいております。じゃあ僕ズームやこしたことなかったっけ、スマートフォンのアプリでズームを取得して、はい、日本化成さんが丁寧に LINE を送ってくれるんで、こういう風にしろいうのをこういう風にしてくださいみたいな、それに沿ってやったんですけど、まあ普通できましたよ、僕携帯音痴やけど。いや、それは良かったです。不安要素ありましたけど、ズームしたことねえと思って。受講中はその一歩通行なうちの発信だけじゃなくて、あの質疑応答の時間もありますので。あ、僕が質疑応答、はい、あの質疑応答の時間があるので、その時にあの挙手していただいてご質問いただければ。え、それ言わんでもいいんです？あ、もう言わなくてもいい。言わなくても僕にあの僕なりあの後にあの営業マンに確認してもらってもいいんですけど。了解。あのその時もぜひ聞きたいってことがあれば、あ、何でも聞いていただけたらあのお答えいたしますので、決してあの一歩通行な、講習会じゃないですよというところだけ。ああ、そうですね。はい。なんかすげえ、ほんまに想像以上になんかしっかりなんかほんまの講習を受け取る感じ。そんな形なんですよ。で、あの岡山にいながら講習を受けれるんで。で、半日で済むんで、非常にあのメリットもあるというか、移動コストもかからなくて済むかなと思います。そうですよね、普通なんか移動とかしないけど、これ Zoom で受けれるってすごいいいですね、はい、それではいよいよ実際に製品を触りながらの受講となります。まずはモルタル風薄塗り仕上げ材のデコリエからです。ガマ、まずちょっと あんまな頑張れてますよ。単純なことを皆さん言われたりしますね。ガマの流すパタッ、はい、ちょっと待って、えガチで遊んでいいですか。あ、全然、はい、遊んでもらって、本気で遊びますよ、はい、パターンをつけてみたり絵を描いてみたり、仕上げ材は創意工夫次第で無限の可能性を秘めております。ぜひ実際の製品でお試しください。ここ楽しみですよね。そう結局どんな感じで浮き上がるかだけ見たいです。もうあとこのうまい下手にせとりあえずどんな仕上がりになるか。完成したデコリエの見本版を皆さんで見せ合って作業完了です。お疲れ様でした。次は金属調磨き仕上げ材モダナの施工になります。金属粉が入っているため時間の経過とともに風合いが増し、世界にたった一つだけのデザインを表現できます。ではご覧ください。これは銅なんですよ。
これどうなんですか、はい、どうなんでこう金属のやつで磨くとだんだん光ってくるんですよ。いやめっちゃ楽しい、皆さん見てくださいこれ、銅らしいですよこれ。これはこうやって磨いてもこうでもなんでもいいですか。はい、おお、テカリ出した、もうテカリ出した。わあすげえ、なんじゃこれ。実際に金属が入ってるんでこんだけ、あ、いい感じですね。なんじゃこれ、やば。いや面白い材料なんで、ぜひ。面白い、これだって皆さんこれですからね、この木がこうなったんでね。で、厚みはそんなないですよね、収まりも1ミリぐらい収まる、まあ、もっと薄く収まるんで。1ミリないですけどね、ないですよ、0.3 とかそれぐらいの、0.5 とかの話、0.5 とかの話、はい、1ミリ以下ですね、完全に。すげえ流動、サラサラ、砂時計できますよこれ。で、混ぜてもらうと壁に塗れるぐらいの感じになるんで。どうですか作業性は。いや、めちゃくちゃ塗りやすいです。もう普通に何ともねえです。よっしゃ、パターン付けします。え、これ真似してみよう。できた。完成した見本版は設計の方との打ち合わせ等にご自由にご使用ください。最後にライセンス講習会受講を終えた桜部署様に今回のライセンス講習会についてインタビューをしてみたいと思います。デコリエとモダのライセンス講習会受講いただきありがとうございました。いえいえ、楽しかったです。モダナ と、デコリエか、はい、塗らせてもらったんですけど、初めて触ったけど、もう教え方が上手、ズームで丁寧に教えてくれるんで、はい、ズームも初めてでやったことなかったんですけど、それもなんていうかな、ズームのインストールの仕方とかやり方とか丁寧に博士さんがメールで送ってくれるんで、もそれなりにやればもうズームができるんで、僕携帯音痴だけどできたんで、だけどすごいやりやすかった、ズームに関しては。セットで届くんで、あのじゃけん指定した住所にセットがで箱で送ってくれるんで、もうそれをパカッと開いて机用意してパカッと置いて、パカッと開いてズームを開けばもう開始できるんで、すごい流れ作業です。すごいやりやすかったです。モダの最高でした。僕、真鍮のやつ、笠木塗ります。お手から。ぜひ、よろしくお願いいたします。質感もほんまの鉄みたいな感じで、全然かった。あとじゃけん、そう、モダのやるんで、見てください。かしこまりました。ではすみません、またよろしくお願いします。楽しかったです。ありがとうございました。お誘いください。はい、よろしくお願いします。すみません、失礼します。楽しい講習会でした。桜部署様、ライセンス講習会にご参加いただき誠にありがとうございました。ぜひデコリエモダナのライセンスを活用し、さまざまな作品作りに生かしていただければと思います。ライセンス講習会にご興味のある方は担当営業コメント欄までお気軽にお問い合わせください。ご参加お待ちしております。